地球環境の変化がむき出しで現れるサハラ砂漠。その過酷な自然と向き合って生きる人々の暮らしとは一体どんなものなのか。2人はこのサハラで昔ながらの遊牧生活を送っているという砂漠の民ベドウィンのもとを訪ねてみることにしました。その住居は砂漠のど真ん中に建てられたテント。ラクダやヤギと共に遊牧をしながら大家族で暮らしていました。着いた。着いたね。ありがとうございます。邪魔します。結構しっかりした布で作ってますね。模様とかもおしゃれやったり。失礼します。失礼します。失礼します。心よく迎え入れてくれたのはベドウィンのアブディさん。一族15人ほどで暮らしているそうです。テントは両側を開け放ったまま。なんか涼しいよな。涼しいな、ね、太陽を当たらんだけで、うん、でも多分風通りがいいからやろうな。そうなのな。ものすごい涼しいもんな、うん、どうぞ。これ何ですか。ヤギの乳です。おお、ヤギの乳初めてやねんけど。俺もいいんですか、いただいて。大丈夫。ベスミラ。あ、甘い甘い。甘くてなんかココナッツっぽいこう風味がする。ふがふがしすぎ。いやいや、匂わないと。まず匂いをさ。うまや、うん、甘いわ。砂漠では大事なお客さんをもてなすときはヤギの乳とお茶を振る舞うんです。さっきからめっちゃ一生懸命お茶入れてくれてんだけど、何回もこうやってやってるの。そうそう、ずっと一個のお茶が出来上がる。もてなしのお茶ミントティー、こうして何度も積み替えるのはよく泡を立たせるためです。どうぞ。メッシー。さっきまで。あ、あったかい。あ、いい匂いするわ。いただきます。いただきます。あ、おいしい。あ、うまい。ちょっと苦味の中に甘さが。全員全員全員。やっぱりこう住み心地いいですか、このテントは。風が通るし居心地はとてもいいです。テントで暮らしていると病気にかからないと昔から言われていました。すごいな。全然生活基準が違うのよな、ね、俺らと。遊牧民の暮らしに欠かせないのが何といってもこのラクダたち。うわ、生まれて初めてや。ラクダの視界はどうや。高い。思ってる以上に高い。はい、すげえ。一方安田くんの方は去年の旅でラクダは経験済み。余裕の表情です。よしよしよし、ナイスだよラクダくん。ラクダに揺られての優雅な散歩。はーい、はーい。ラクダに俺乗ってる。実はこれ彼らにとって欠かせない用事に出かけるついでに2人をラクダに乗せてくれたんです。やっぱ砂漠にラクダってことさ、マッチしすぎててさ、いいよね、うん、ところでその用事とは。なんか湿ってるとこあるよ。ほんとだ。そう、生活する上で絶対に欠かすことのできない水汲みだったんです。ここ、おお、なんか木で補強されてる。今や井戸みたいな感じになってんね。うわ、すげえ。すぐそこに。え、こんな水あんの。こんなカラカラな砂漠であんねんな。え、すげえ。また入れ方もすごいね。え、これ頑張って見つけたの。
去年の雨季に偶然見つけました。それまでは丸1日かけてシンゲッティまで行っていたので大助かりです。でもいつ枯れるか心配なんです。大変、遊牧民ギリギリでもそれでもこの生活がええっつってね。あ、あいつらなんか飲みに来たぞ。おい、右ロバやないか。あれ、ロバって繋がれてるロバしか俺ら見てへんかったよな。また来たラクダ。うわー、この動物園でもありえへんねんで、この映像。あの水場やね、完全水場に集まってきた。人間もラクダもロバも変わらんってことや、水が必要なのは。普段は蓋をしてある井戸、こうして水を汲み出すとその匂いで放牧のラクダやロバが寄ってきます。これ早めにありつけた方が勝ちやで。これ行け、急げ急げ急げて。よしよしよし、よかったな。水をいっぱいに詰めたタンクはラクダの背に。なんか懐いてる。人間を乗せるだけでなく、ラクダは砂漠の貴重な運搬手段でもあるのです。夕暮れが近づくと火を起こして食事の準備。これはテゲラと呼ばれる砂漠のパン。小麦粉をこねたものを焚き火の余熱で焼き上げるというなんともワイルドなもの。こちら、丸裸にしたヤギのお腹の中にはスライスした玉ねぎをたっぷりと詰め込みます。それを袋に詰めて、やっぱり焚き火の余熱で蒸し焼き。自然と共にあるベドウィンの暮らしは実にシンプルなんですね。うえー、豪快だい。この後は砂漠の民の伝統料理。砂漠の満月の下での宴が始まりました。お、できた。大将、3時間かけて蒸し焼きにしたヤギの肉。もうね、いい匂いがすごいするの、肉の。なんか男の料理って感じ。ベスミラ、ベスミラ。これどこ食えんのやろな。ダイナミックに。私はこちらの方。ウェーイ、レスミラ。どう？うん、ヘルシーだね。お、こっち行こう。いただきます。レスミラ。あ、美味しいぞ。あ、うまい。あ、牛と鶏の間ちょうど。タンパク、高タンパクな感じだね。こちらは砂漠のパン。ちぎったものを肉と一緒にいただきます。じゃあ、これと合わせていく？こいつと？と肉？肉ってこと？これお肉で冷めたし。ええな。いただきます。うん、うまい、うまい。こういう食事っていうのはよく食べるんですか？普段私たちは肉を食べません。特にヤギの丸焼きはごちそうです。今夜はお二人を歓迎するために特別に用意しました。あの、この砂漠の暮らしは不便じゃないですか？何も不便はありません。私たちモーリタニア人は生まれた時からずっとテントで暮らしていました。ここでは空気も食べ物もすべて自然から与えられたものです。私たちはずっとこの砂漠で暮らしていくつもりです。はあ、便利なだけがすべてじゃないってことか。うん、ってことやな。なんかやっぱ生まれ育った環境とか自分の落ち着く場所とかってのは人にはあるってことだ。あんねんな。自然と共に生き続けてきた彼ら遊牧民の知恵と誇りに触れた気がした夜でした。